現在活躍中の俳優、声優、クリエイターなどをインタビュー形式で紹介するアクターズ&クリエイターズライブラリー。第2回目は俳優、声優の佐野信明さんです。おはようございます。佐野信明です。よろしくお願いします。はい、はい、18でこの道目指して、で、まあ、声優の専門学校行って、で事務所に所属させていただいて、その期間内に劇団を旗揚げして、で13年間やってきたんです、劇団。でその間に、まあ、事務所は辞めて、で昨年末劇団を退団させていただいて、今フリーで活動しております。僕もともと母方の実家が会社を営んでまして、まあ、そこ継ごうと思ったんですよ、中学校ぐらいの時は。それって他の人のレールに乗りたくないなって思っちゃった、急に。で高校生の頃たまたまその洋画の機会で、まあ、若本のりおさんが、まあ、いろんな役をやってらっしゃって、それで声優っていう、まあ、役者の道ですよね、それを知っていろんなことやりたいなって思ったのがきっかけですね。舞台だけじゃなくて、まあ、音声コンテンツと映像とか出てみたいなって、昔から大河ドラマ大好きなんで、声の方も、何かしらのご縁があれば、洋画の機会とか、もともとそっち目線でそっちの路線で入ったんで、やってみたいなっていうのが強いですね、今は。はい、あとはあれですかね、スタッフもいろんなことやりたいっていうのが、そのエンターテインメントに関わりたいっていうのが一番大きいですかね、今は。はい、やっぱ YouTube っていろんな人が表現の場としてもともとあったじゃないですか。だからそれこそ日本に YouTube した時にヒカキンさんとかがいろんなことで、まあ今でもヒカキンさんのいろんなことやられてますけど、僕も好きな YouTuber さんって結構いるんで、だから自由度が高いから、いろんなことを携わらせていただきたいかなって思ってますね。はい、それはもちろんその、まあ、ボイスドラマ形式とかでも、まあ、役者であればボイスドラマ形式とか、まあ、例えば寸劇とかでもありだと思いますし、なんならその、まあ、寸劇と同じだなと思うんですけど、インプロ、はい、とかでも、なんかワークショップ風景とかでもいいのかなとか。そう、やっぱり自由にいろんなことができるって大事だよねって思ってね。そうですね、表現ってそういうのも大事だと思いますね。まあもちろんそれが面白かったりもするんだけど、じゃあ自分たちでもできるんじゃないのって思うし、なんかそのテレビの、まあ、代替じゃないですか、みたいな。まあ感覚としては俺も思ってるのは、その一つのものをやるチャンネルっていう意味での YouTube ではなくて、何でもそこのチャンネルの YouTube 見たらいろんなものが見れるよねっていう、いろんなものがアップロードされてるよね、いろんなもの見て楽しめるよねっていうものを作りたくて、だそれがお芝居がメインっていうだけなもの。なんかその結局みんなさ、あれやりたいな、これやりたいなと思っても実現できないじゃん。まあ、よくない、やってみればいいじゃんみたいな。そうですね、失敗したら失敗したで、失敗したっていう経験が取れるんだから十分だよねっていう感覚が多分結構強くて、何でもかんでもチャレンジする心っていうのはすごい大事だと思いますね。そう、お芝居って選ばれし人だけがやるものじゃないって思ってるから、それ誰でもできる才能は絶対あると思います。それに対するその自分がやりたいってなった気持ちとか、その一歩表現に対するその外に出る、人に見られるっていうとか、まあ、もろもろあると思うんですけど、そういったもので一歩出られるか出られないかだと思うんですよね。そのやりたいけどやれてない方っていうのは、それの発信としていろんなことができるっていう、その青木さんの理念にも共感しますし、なんかね、芝居がやっぱり遠いんだよね今は。ああ、まあわかります。だもっと身近にしたいっていうか、 YouTube って身近じゃない、やっぱり YouTube を通してお芝居見たくなってほしい。素晴らしいじゃないですか、それ。
やっぱり僕が目指した時ってやっぱ E メールでそのお芝居 の、 あの告知をするのがまだまだ浸透されてなかった時代に僕はお芝居の道を叩いたんで、だからこのチャンネルがまあ立体的なフライヤーみたいなそのお試しも見られて気に入ったらその人のお芝居を終えるっていうコンテンツになるのはすごい素晴らしい考えかなと思います。ご新規のためだけじゃなくて、その時の熱い思いで楽しかった思い出に浸れるっていうコンテンツでも、僕はすごいありがとうございますね。そういうことも、ね、含めてやりたいのが、まあ、この YouTube というか。結局、見る見ないの決断はその方々に委ねられるわけで、僕らがどんだけいいもん、ね、出したり、作ったり、宣伝したりしても、その人の心に、金銭に響かなければ、結局それは、ね、視聴者、お客様にはつながらないわけですから、そうそう、うん、やっぱり楽しいものっていうのを広めていきたいですよね、表現っていうのを。そうね、うん、味覚って社会的に生活するにはあの食料を毒かそうじゃないかって判別する期間だけだと僕は思うんですよね、うん、けど美味しいもの食べたらやっぱ心が躍るわけじゃないですか、うん、いいなとか、そういったものが僕エンターテインメントだと思うんですよね。その人のその心に人生に潤いをあげてあげられる職業、この人を手助けしてあげられる職業、心と心をねあのに彩りを与えられる職業が僕らエンターテイナーなのかなって思ってます。見入れのことに関しては僕これはもう時と運があるんでしょうがないんですけれど、それは個人の問題なんで。確かに、うん、けどその心を広めていくっていうのを忘れてなければいいもんできるかなって思ってますね、うん、それは自分がいいだけじゃなくて他の人が見ていいとかもつながると思いますし、うん、そういった感じでやっていきたいですよね、こういった業界は。そうね、他にも結局お芝居もいろいろやりたいなと思ってるんだけど、お芝居とか、なんかね、劇団商売とかもありだなと思って。ああ、いいじゃないですか、うん。そう。なんかさ、よくある感じよりも、番組形式にしたいなって、やっぱナレーションつけて。うん、そういった感じで、なんだろう、あの、劇団商売も大事だと思うけど、スタッフ商売もありかなって。全然スタッフ商売もありだよね、うん。こういうことしてるよとか、こんな仕事だよとかってさ、なんかもっと開いていきたいよね、いろんなものを。なんか、どうしても。隠れがちじゃん、なんか裏方やりたいっていう子も見てくれるんじゃないですか、逆に。そう、うん、まあ本当はそのお芝居やりたいけど自分には才能がないと思ってしまってあの前に出られないけど、そういった裏方を知ってその裏方の方でエンタメに関われるっていうのはいいと思いますけどね、うんうん、これがねいい意味でそのどん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 5年10年、まあ、20年30年続くコンテンツになればそれはそれ大きな組織になると思うんで。そうね、そんな感じかな、はい、そろそろ締めましょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。バイバーイ。いかがだったでしょうか。アクターズ&クリエイターズライブラリー、今後もさまざまな役者クリエイターを紹介してまいります。次回もお楽しみに。